鞘炎炎道を例にした胚珠と玉柄の位置。鞘が死亡胚珠とは種子植物の種子になる部分である。卵細胞を内蔵し、受粉時は花粉から花粉管が胚珠の内部へ伸び、花粉内部の生細胞が胚珠内部の卵細胞と受精する。騎士植物では胚珠には胚能母細胞が入っており、これが減数分裂によって四つの細胞になるが、一つ、 だけが残って、肺脳細胞となる。肺脳細胞は、分裂によって数個の核を含む、肺脳となり、そのうちの一つが、卵細胞になる。受精の後、受精卵は、発生を始め、幼い植物がある程度型を取って、肺種の皮の中で発達する。成熟すれば肺種は、種子となり、種皮は種皮になる。皮脂植物では、肺種は、脂髄の根本の脂肪という、 膨らんだ部分の中にある。脂肪には中に空間があり、そこに排汁が入っている。排汁が種子として成熟した時は、脂肪は果実となる。螺脂植物の場合は、排汁は剥き出しになって、脂髄の上に並んでいる。実際には多くの場合、脂髄同士が密着して、排汁が外からは見えないようになっている。排能は、脂打植物における全容体にあたる構造であり。 それが、法子脳から出ずにその内部で発達するようになったものに由来する。それは元来法子用の上にあったものであるが、その葉に由来する法子脳を保護する構造に包まれたものが趣旨になったと考えられている。ありがとうございます。